はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。日曜日のまったりとした午後でございまして、4時回りましたですね。ちょっと蒸し暑くなってきましたか。いやー、まあでもまだ暑いなという感じでもないんでね、いい感じですね、雨上がりの。はい、共同通信ですね、珍しい。共同通信ね、サイトが見にくかったイメージがあるんですけど、47というサイトはまだ見やすいですね。これ今度から見えるようにしますけど、ここでですね、28日ですから、28日今日ですね、もう朝の6時に出た、ですね、朝の6時、日本拡大 G7 の韓国参加に反対、対中対北朝鮮外交に懸念というもうあれが出てますね。で、 G7 の拡大構想、もともとは日米英仏独カナダイタリアと、ここにですね、トランプさんがロシア韓国オーストラリアインドブラジル加えようぜって言ってるわけですね。トランプ米大統領が5月に表明した先進7カ国首脳会議括弧 G7 サミット拡大構想をめぐり、日本政府高官が米政府に対し韓国の参加に反対する考えを伝えていたことが27日分かった。中国や北朝鮮への外交姿勢が G7 と異なると懸念を示し、枠組みの維持を求めた。米側はトランプ氏が最終判断すると応じた。複数の日米外交筋が明らかにした。韓国政府は G7 参加を歓迎しており、反発は必至だと。日本側の対応は、アジアから唯一 G7 に参加する外交的優位を守る思惑もある。安倍晋三首相の意向を踏まえたとみられる。歴史問題などで対立する日韓関係の冷却化を進める可能性がある。とか、なんか日本語は下手くそですね、これ。もう少し滑らかに書けようと。なんとかである、なんとか見られる、なんとかであるって。まあいいんですけど、どういうことかと言いますと、5月にトランプさんがですね、本来7月でしたっけ、開かれるのが、G7 先進国首脳会議って言われる7カ国が集まった首脳会議に、ある種思わないからあと5カ国呼ぶやないかと言うてるわけですね。その5カ国がロシア、韓国、オーストラリア、インド、ブラジルなんですね。で、これに対して日本がですね、その韓国はちょっとやめてえなっていうふうにアメリカに言うたというのがこのニュースでございます。その理由が、北朝鮮や中国に対する外交スタンスが違いすぎるやんと、そんな一緒にできへんでということで、言ったというですね。で、共同通信が書くには、アジア唯一の参加国の優位性、それ優位性まあ別にそれを守るために言ってるとは思わないですけどね、ただ鬱陶しいから言ってるんでしょうね、きっとね。これね、トランプさんがね、なんでね、このあと5カ国加えようかと言うたかというとですね、トランプさん、G7 でね、居心地悪いんですよ。むっちゃ居心地悪いんですよ。イギリスのジョンソンさんとは悪くなさそうなんですけども、マクロンさんとメルケルさんとかっていうのはあんまりよろしくないわけですね。カナダは普通で、イタリアともよろしくないで、普段ヨーロッパってしょっちゅう行き来してるから、あいつら仲いいわけですね。メルケルさんとか、フランスの、マクロンさんとかって一応ヨーロッパ結束してて、でそこにアメリカが行ってですね、トランプさんがあまりにも毎回アホなことを言うんで冷ややかな目で見られてるんですね。で、アホなことを言うもんやから、それを一生懸命安倍さんが取り出してるというのが G7 の情景なんですよ。今まで何回あるんですか、トランプさん参加して3回ですか。で、そうそう、なんか自分が孤立してね、いつも安倍に助けてもらってると嫌やんみたいな感じで、まあジョンソンさんが入ってきて多少緩和されるんでしょうけどね、英語チームで。でもそれ嫌やから、プーチンに会いたいしと。で、韓国で読んだら多分ですね、これはお前らなってこう釘させるから読んでると思うんですよね。踏み絵を踏まそうとしてるわけですね。中国行くんちゃやろなと、こっちやぞと。で、
あとまあオーストラリア、インド、ブラジルっていうのはですね、この辺をまあ引き込んでですね、対中包囲網を築きたいという思惑があるんでしょうね。だからその方がみんなチヤホヤしてくれる、自分をチヤホヤしてくれる人たち、新たに呼ばれた人ってチヤホヤしてくれるでしょ、呼ばれたわけですから。だから一歩一生懸命尻尾振ってくれるわけでしょ。特にムンジェインさんなんか嬉しい嬉しい嬉しいって言ってるわけでしょ。まあそういう思惑があって、反トランプの空気を緩和したいという強烈な思いがあるんちゃうかなと私は思ってるわけなんですけど、まあ日本にとってはね、まあそんな面倒くさいだけやんっていう中途半端な国ばっかりでしょ。ロシア、韓国、オーストラリア、インド、ブラジル。まあこの中でオーストラリアを読んでいいと思いますよ。オーストラリアの国力とカナダの国力でそんなに変わらなかったんちゃうかなという気がするんですね。でロシアはね、価値観を共にできないでしょ。で韓国も今や価値観を共にできてないわけですよ。でインド、ブラジルは国内にもすごい問題抱えてるわけであって、これ先進国クラブには多分一生入れない国じゃないかなと。いわゆる中心国の罠にはまってる国なんですね。だからちょっとこれはまあ国のサイズがねでかいんでね、まあ発言権はねそれなりに与えてもええんちゃうかとは思うんですけども、まあまあ別に呼ばんかってええやんという、 G20 でええやんというそういう世界ですね。はい、ということで、日本がですね反対したということで、韓国ではですねまた日本が邪魔しやがってみたいなことをね言うてるという、例えば中央日報の報道がありますね。本なんか書いてあります。本日の11時35分ですね、中央日報、安倍の日本、韓国の G7 参加反対米国に伝えたまあそういうこと書いてあるんですけど、もうちょっと詳しく書いてありますね。共同通信の、まあ、解説しながら書いたのかなですね。まあどっちかっていうとね、中央日報はムンジェイン政権に批判的なんで、そうですね、淡々と書いてありますね。はい、でもまあ他のねメディアとかでは割合厳しく書いてあるんちゃうか、与党系のメディアでは厳しく書いてあるんちゃうんかなという気はしますけどね。今ハンギョレ見てるんですけど、特にはないですね今のところね。はいはい、そのうち出てくるかな。はい、今のところないですけど、まあ日本もね、1970年代から先進国首脳会議に入っていました。でメンバーは別にこれに固定されてなくて、僕の記憶によるとですね、オーストラリアが入ってた時期もあったんちゃうんかなという気はしますね。カナダとオーストラリアが入ってた時期もあったような、なかったような、まあよう分かりませんけど、日本とアメリカ、イギリス、フランス、ドイツなんて、これはもうその常連でして、イタリアもずっと入ってたような気がしますね。スペインでやったんやろみたいな。まあ、それはええとして。まあ、韓国はね、舞い上がったわけですよ。このトランプから電話が来てですね、どうやって、今度来るかみたいなこと言われて、あ、行く行く、行きます行きますって、まあ、そんな感じなんですね。まあ、わかりやすく言えば。トランプはね、どっかに向かう飛行機の中から電話してるんですね。思いつきなんですよ。だから側近に聞いてないでしょ、これ読んだ方がいいと思うかとかって聞いたら必ず反対されるんで、もう先に読んでしまえみたいな、まあ多分そういう意図があったと思うんですけども、それに対してもムンさんは舞い上がってですね、これでその韓国も先進国の仲間やっていうことですね。 G11 ですか、G12 ですか、2467ですか、 G12 に、ね、なるでみたいな。ならへんならへんならへんよならへんと思うよ私は大体ロシアは入れられへんでしょう、今の状態で。ヨーロッパはみんな反対しますね。ロシアはウクライナでウクライナを取りに行ってですね、取ってるんですけど、奪ってしまったわけであって、これは明快なルール違反なんですね。第二次世界大戦以降、軍事力でもって国境線を変更したらあかんというのが共通のルールでございまして、ね、これを明快な違反をしているというわけで、今制裁を、各国からの制裁を受けています。
あ、まあでもね、トランプさんね、そこは曖昧なんですよ、ね、あのイスラエルという国がありますでしょ、あそこも軍事力でですね、国境線を変更しているんですけども、それをトランプさんは認めようとしています、ほぼ認めてしまっていますね。まあだからそれを認めるとね、もう本当強いもんやってええんかっていう話になってくるわけなんですよ。だからそこはね、譲れないわけであって、そこはですね、あのヨーロッパもロシアには妥協できないはずなんですね。だからロシアはまずないと思うんですけど、まああとはね、オーストラリアは誰も反対しないと思います。インド、ブラジルはね、別にこのもんでええやんっていう世界ですけどね。まあそう言ってしまうとね、両国の方に申し訳ないですけど、まあまあ、やっぱりね、重みが違いますからね、はい、ということで、もしかしたら韓国の方々はこういった日本の動きに対して怒ってらっしゃるかもしれませんね、というニュースでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。